はい皆様こんにちは、こんばんは。ヒロです 今日はアンプの、ギターアンプについてお話をしたいと思いますが、アメリカでよく言われてる、結構ですね、あの、何て言うのかな、定説というか、決まりきったフレーズというか、定番ですね、そうそう、定番、定番的なお話をシェアしたいなと思って、えー、お伝えしております。えっ、ー、とね、何かと言いますと、ギターのアンプ、あのね、最初に言いますとね、いすいません、引っ張ってすいません、ギターのアンプで音を作るときに、アンプの特徴が分か 分からないアンプのキャラクターのでどういう音が出るかわからないっていうところがあってなかなかアンプがうまく選べないっていうケースありませんか あの例えば、まあ、実際に時期があってそこで鳴らせるならまだいいんですけど例えばマルチエフェクターとかでアンプシミュレーターとかでアンプのモデルがめっちゃいっぱい入ってるじゃないですか。まあそれがね少なければいいですよ5個ぐらいとかだったら試しちゃいいんですけどまあめっちゃ入ってる時ありますよね30とか50とかねそういった場合に一個一個試してるだけで多分で、ね、ぐったり疲れると思うんですよ。でしかもそのアンプがどういうキャラクターかっていうのを分からずにやってると本来例えばですよ歪ま ないアンプなのに一生懸命歪ませようとしてたとかそういうなんか勘違いもあると結局すごい苦労して あのいい音ができない納得できないっていう感じになりかねないのであのそういう方に向けてのメッセージです私もですねこの話をこの話を聞いてからですね非常にアンプでの音作りが本当に楽になりましたですのでこれはすごくいい昔ながら昔からね伝えられてる話ですはいこれを言ってみたいと思います、えー、何かと言いますとねすいません長かったですけど何かと言いますとアンプの音ギターアンプの音っていうのは 基本的には3つしかないんだって言うんです。これ,これねあの、違うよとかそういうの抜きで。昔から、えー、プロの間で伝わってきてるそのお話ということです。はい。ギターのアンプの音は3つしかない。何かというと、フェンダー、ボックス、マーシャル。この3つです。ギターアンプの音はこの3つに分類できるっていうことなんです。え 他にもいいっぱいありますよね例えばフリードマンがあって私の好きなブラックスターがあってマッチレスがあってボグナーがあってメサブギーがあってい,いっぱいありますよね。でそれらはじゃあ何かというとこの3つのアンプもう回言いますとフェンダーボックスマーシャルこっから派生したものだと。 そこからモディフィケーションして例えばもうちょっとより歪むようになっているもうちょっと、えー、この辺中域が出るようになっているもうちょっとクリーンサウンドを突き詰めているとかそういうことなんです要はそのこの3つのアンプをベースにしてそれがもっとこう進化しているということですですので例えば私のよく知っているブラックスターでいきますと あれはマーシャルから発生したアンプなんですね、まあ、そもそもあのご存知の方も多いと思いますがマーシャルのエンジニアがマーシャルを辞めて立ち上げた会社ですからもうマーシャルをフォローしてるんですよ思いっきりで実際に音もクリーンサウンド出ますあのブラックスターのチューブアンプで、ね、クリーンサウンド結構きれいでいい音するんですよでえー、でやっぱりでもメインはね 歪みだと思います再現だとと思思いいまますす再現非常に、まあ、そのアンプの種類にもよるんでしょうけど基本的にはね本当にオーバードライブが本当に得意なアンプでいい油の乗り方をします。 マーシャルではちょっと音が硬いなとか何か音がうまく作りづらかったなとブースターをうまく組み合わせないといけないなって言ってたのをブラックスターの場合はアンプだけでその音がもう出せるっていうので私は完全にマーシャルからブラックスターに全部移っちゃったんですけどねそういう理由でブラックスターをずっと使っておりますがブラックスターねチューブアンプの音があのクリーンの音いいんですよ。あのマーシャルほど歪まない 非常にクリーンンが出出ます。けど、ハイゲイゲも十分出る。なのでね私の中の勝手なイメージはマーシャルの足りない部分だから例えばクリーンの部分もうちょっとクリーンもうちょっとハイゲインっていう部分を補って。 アンプだと思ってますここまで言うとすごいねあの <laughs> 褒めすぎって感じがするんですけどそろそろメーカーさんから連絡があってもいいかなと思うんですけどどうでしょうか。<laughs> はいまあ、それはさておきです。で,、えー、であとはクリーンは何かというと当然フェンダーですよねツインリバーブ。私も、えー、フェンダーのツインリバーブはかなり、えー、シミュレーターの中では選びます。クリーンンサウンドにおいてはやっぱりね いいですあのボスじゃなくてローランドですかねローランドのジャズコも音は素晴らしいんですよクリーンサウンドはね確かに綺麗だけどちょっとクリーンサウンドすぎるかな、まあ、もちろんそのソリッドステートゆえっていうのはあるんでしょうけどちょっとだけねあの物足りない感じがするんですねちょっとクリーンすぎる音が何て言うの生音しすぎちゃうっていう気がして。 もうちょっとね温かみのあるもう少し丸い音が欲しいなと思う時にやっぱり僕はツインリバーブを選ぶ傾向にあります一応、えー、2つの音をねいつも作って持ってますけどジャズコーベースで作ったものツインリバーブベースで作ったものっていうのを一応ね作っておりますけどやっぱりまあいずれにしてもね、えー、フェンダー系の音となりますじゃあボックスはというとこれクランチだと思いますでマッチレス <laughs> マッチレスってありますよねマッチレスは うんこれね私の中ではハイゲンアンプではないんですけどもいろいろなその PA の方だったりとかそっちのギターテックの方に聞くとマッチレスはボックスとマーシャルのインビトゥインだとちょうど中間の間だと、まあ、マーシャルが歪みすぎちゃう、えー、ボックスが歪みが足りないっていうところを補ってる中間だっていう,いうふうに言っておりました。でですののの結局は、ね、この3つのアンプのをベースにして えー、足りない部分を補っていくもうちょっと進化させたものみたいな感じになってますですので、まあ、これ以上今日は話がね、えー、話の膨らませようがないんですけどもこのアンプの音クリーンクランチゲインオーバードライブですねハイゲインの音はこの3つフェンダー、えー、ボックスマーシャルこの3つが元になってて。 そ,その派生系が今の、えー、その他のアンプだと思っていただけるとそうするとね割とあのアンプを選ぶ時のチョイスもね楽になると思います。そしてじゃあ例えば「ボーグナーはどこに入るのか」とかですね「EBH はどこに入るのか」とかですねいろいろ「援護はどこに入るんだ」って思うかもしれませんけども。 それは逆にですねググっていただいて例えば YouTube とかでそのアンプの音を聞いてみるといいと思うんですね。ですかで皆さんがいろいろ出してる音,多く,の音が多くの方が出してる音っていうのがまあそのアンプの一般的な音なんだと思えばいいんじゃないでしょうか。 で例えばメサブギねメサブギって意外とレチクルになると歪むんですよね <laughs> 歪みます歪みますし、えー、まあ、クリーンもそこそこクリーンだったりしますけどまあそこはね私はメサブギ私の中では歪み系のアンプという理解マーシャル系のアンプだと思ってますメサブギはねあのマーシャルほど歪まないんですけど ままあ、まあ、モデルによってはもっと歪んだりしますけどあのねギブソンと組み合わせると恐ろしくいい音するんですよ特にギブソンのあの DC ですねダブルカット PRS みたいにこう両方打ちでですねレスポールのあの一応あれレスポールって言うんですけどねレスポールのダブルカット DC あれを一回ギブソンのギブソンガレージで置いてあるあれおいくらでしたかねちょっとお値段4,000ドルぐらい貼ってたギターをちょっと弾かせてもらって目サブギのあの アンプで弾かせてもらったんですよもうねアンプがいくらしたかな3,000ドルぐらいしたかなもうねセットでお持ち帰りしたくなるぐらい素晴らしい音がしてましたうんなので7,000ドルぐらいかな合計でいやあれはね化け物でしたね。 こんんなに良い音出るんだっってちょっとすいません話が逸れま,した、ねはい、まああのアンプは確かにギターとの相性もあるのであれなんですけど一般的にはね話を戻しますと一般的にはこの3つの音フェンダーボックスマーシャルこれに分類されるとでこの派生系だというふうに考えていただけると作りたい音ハイゲインの音が作りたいクリーンが作りたいっていった時にまずこのアンプまあアンプシュミュレーターにおいてはまずこのアンプを元に音を探してみてはどうでしょうか クリーンが欲しければ、えー、いきなりジャズコーンもいいですけどまずはフェンダーのツインリバーブから私ねツインリバーブが一番優秀だと思っていますあのフェンダーのアンプっていっぱいシリーズあるでしょデラックスなんとかだなんとかあんたからいっぱいありますけどまあツインリバーブが私はオーダーだと思いますでボックスにおいては AC15AC30 っていうのがありますね ここが多分王道だと思いますしマーシャルにおいては、まあ、JCM とか JVM とか JVMJVM ですね日本語で言うとね JVM は結構いい感じで歪むアンプです900とね JCM900 と JCM800 と2000とは全然音が違うのでまあ好き好きあると思いますがまあ 900JCM900 900非常にトラディショナルなね 音がしますすブーースターをまませることでハイゲンになります、まあその辺これ多分話出すとキリがないのでこの辺で一体話を終わりたいと思いますがだいたいこの辺の基準をもとに音を決めていけばアンプを選んでいけばまずまずあの失敗しないいい音になるんじゃないかなと思います。 アンプの話好きなので特に音作りの話私好きなんですよ。<laughs> あのうんちくというかね知らないこといっぱいありますけどそれゆえにですねいじればいじるほど新しい発見があってもうねアンプの音作りはもうほんと止まらないですね。もうね週末2日間 あのヘッドフォンつけて音ずっと作り続けるっていうことも結構平気にできたりして気づいたら夜になってたとかねあの全然関係ない話すいませんおサントークになってしまいましたけど、えー、それぐらい音アンプの音作り音,、ね、音アンプから出る音をこう聞くとまあまあまあ,あのマルチではありますけどね大好きなんですよね。 はい、ということで今日は、まあ、アンプ大好きおっさんとヒロのですね、えー、すいませんおっさんトークになってしまいましたけど、えー、このように、えー、考えていただけたらと思いますすいません、えー、最後まで見ていただきどうもありがとうございます是非、えー、チャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いしますそれから各種 SNS もやっておりますので是非見てください、えー、フォローの方ですねお願いいたしますヒロでしたバイバイ